やっぱログ達成は格闘大会が変わりますよ。ちょっと那須川天心 VS たける、うん、やるじゃないですか。でやっぱり、まあ、それでかなり格闘大会がこれ変わる時期なんで、まあ、ここで俺ももちろん出場、まあ、するっつったらまあ決まってるみたいな言い方してあれなんですけど、まあ、でもほんまします。ああ気持ち的にはその場に出場したいと思う。当たり前でしょ。すごい声出てるんですよ、ルキア君が出てほしいみたいな。いやそれはさすがにね、 K1 対どこどこの対抗戦みたいな感じじゃないですかこれは、うん、声的に、はい、その K1 側で俺が出えへんのはおかしいと思うから絶対、うんうん、これはちょっと俺も言わせてもらいますよ。ああ確かに声を大にして。外人側で誰と戦うんやろな。うん確かに平本蓮あたりですか。まあでも平本は MMA でやれよっていう、まあ多分俺にキックでも勝てないことは彼分かってるんですよ賢いね。うんリスクマネジメント結構上手なんで、うん、まあ、一回そのデビュー戦で負けちゃってるじゃないですか萩原君に。だからまあそこは上手になってるからやってくれるかは分からんけど、まあ俺的には正直ミックスとかやったらありかなと思ってるんでね。ミックス、あ1ラウンド目例えば 1ラウンドキックやって2ラウンド目 MMA とか、まあ、そういう感じの流れやったら全然ありかなと思ってるんで、うん、はいはいはい。めちゃくちゃ面白いです、ね、オープンフィンガーキックとかどうですか。あ、オープンフィンガーキックめっちゃいいな。それこそ今流行ってる、ライズが流行ってるやつ、うん、あ、ワンとかもやってますね。うん、そう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 、だそれで最近人気になったのがヤン。あーあね、チェ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 、うん、それレゲエの方だぜありがとうよ、まあ、そんな感じでね、オープンフィンガーキックボクシングで、か、まあ、これもちょっとあれですけど、ちょっと朝倉未来選手と俺やりたいなっていうのをちょっと思ってますね。マジでこれは、まあ、もし可能であればね。階級一緒の階級は、まあ、ほぼ一緒っす。68キロでも試合してるんで、ミクルさんは、まあ、これはほんまに憎しみとかそういうなんか倒したりとかそうなんじゃなくて、やっぱりこう俺も成り上がりたいって気持ちありますし、まあ、盛り上がるんじゃないかなっていう、うんうん、まあそのもちろん朝倉ミクルさんっていう力を借りてですよね、うんうんうん、俺レベルじゃ、まあ、でもやっぱり上のもん倒していくのか下のもんのちょっと俺の電話で雰囲気悪くなったな俺の電話でちょっと雰囲気悪くなったな。そしてね、まあ、そんな感じで俺は今年は、まあ、4月もケイズフェスタっていう K1 で一番大きい大会があるんですよ、うんうん、でそれももちろん電話出場予定ですし、うん、あとは6月俺ここにほんまに気合入ってるんで、まあ、格闘家としてももちろんもうバリバリやってきます。はい。